和歌山ジビエを使ったワイルドキャンプ飯。こちらは小座川ジビエ山の光工房のマイスターが絶妙な加減で火を入れてくれた鹿のヒレ肉。塩とオリーブオイルをすり込み下味をつけてアウトドアスパイス掘りに塩お好みで。さてお味はいかが。はい、どんな感じですか。鹿のヒレ肉です。あ、むっちゃうまい。あ、そう、めっちゃうまい。あ、これどうですか。うわ、いただきます。最高これ。なるほどね、これやばい。本気で美味しい時のやつやね、それは。あ、まあ、そういやワイルド感どこ行ったんですか。ワイルドにっていうのなさそうなんで、食レポに期待しましょうかね。なんやろね。なんですか。パサパサでもないし、かといって、ね、かといって油ギトギトじゃないじゃん。へえ。どんな感じ。嫌な間やな。肉って食べたね。食べた食べた肉ね。肉肉って感じですね。わかりました。これはなんか肉食べてるっていう感じに。あ、確かに、うんうん、そうなんですよね。なんか人の手が加わった肉じゃないの、うん、ほんまに天然の肉って何回言うたんやろ。鹿肉って結構その加熱の仕方が難しくて、タンパク質豊富なんで結構火通しすぎたら硬くなっちゃったりするんですけど。勉強になりますね。でも柔らかいと思うんですよ、ここは。やっぱりですね、もじゃさんもその火の入れ具合が最高に良かった。やっぱりね、マイスターの。マイスター違いますね。出たマイスター。ドイツ仕込みは違いますね。ドイツ仕込み、火入れの仕方が。いや食べてみたいな。うまい。そしてこちらは山の光工房のレトルト食品。これは、鹿肉ですね。鹿肉を使ったカレーになります。はい、では早速いただきます。うん、おいしい。うん、うまい。そんでこのボロネーゼも別にパスタじゃなくて、今ちょっとホロニシ君と話してたんですけど、まあこれ温めてご飯の上にかけてチーズ乗せれば、まあ何やろ、ラザニア風というかな、うん、なんかそんなんでもいけるし、何でも使えると思うんですよ、うん、でキャンプってまあ料理ね凝る方もいらっしゃると思うんですけど、やっぱり時間短縮しようと思うと料理って意外と短縮できる幅がすごく広いと思うので、もう本当この2つをね、うん、買っていってプラスあのソーセージ、うん、買っていってで料理して、パンに挟んで。ああいいね、うん、最高やん。朝のパンにソーセージもいいと思うし、うんうん、考えたらめちゃめちゃキャンプに合うものばっかり作ってはるね。うん、だから別にカレーも別にご飯じゃなくても別にパンでも、お前ちょっとナンをこねて作ってみるとか、うん、そんなんでもね楽しめると思うし、うん、和歌山ジビエのキャンプ飯。お肉を調理してもよし、お手軽な商品を活用して時間を有効活用するもよし。さあ今回も和歌山県上富田町に2022年10月にオープンした水堀キャンプ場からキャンプスタイルを始めよう。ここからは恒例の焚き火トーク。ところが天候が急変してしまい、急遽キャンプ場に隣接する宿泊施設に移動してのトークコーナーです。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。美味しいジビエ料理、はい、たくさん、もう腹はち切れるんかなっていうぐらい僕一人食べてました。食べてましたね。完食してたもんね。はい、というか、あのごめんなさい、雨降ってきちゃって。雨宿りトーク、ね、あのジャイアンさんは移住っていうところで、はい、なぜに。あの妻があの和歌山県 の, あの引き川です、ね、はいはいはい、前は白浜町なんですけど、はい、引き川の出身で結婚して子供ができて、はい、で、そういう子育てするのに自然豊かなところでしたいよねっていう話になって、うん、で妻の実家がある紀南地方をちょっと移住候補地として選んだんですけど、うん、来てみたらめちゃくちゃいいとこだなと思って、で小座川町を訪れてみたらもう一気に気に入ってしまいました、はい。でもともと狩猟とかジビエとかにも興味があって、うん、だからこの小座川町に、僕が今働いている小座川ジビエ山の光工房っていうのがあったので、それもまあ移住先を小座川町にした理由の一つっていう感じで、うん、はい、
なるほど、そんな感じですね、はい、でマイスター森田さんと知り合うことになると。そうですね、まあ、僕が先にこの小坂ジビエに入って、はいはい、でその翌年にマイスター森田君が帰ってきたんです。満を持して帰ってきた。どっから帰ってきたんでしたっけ。ドイツですね。おドイツ、ドイツ帰りの男が小佐川町に帰ってきた。なるほど、はい、もともと小佐川、そうですね、18まで高校まで、なるほど、で育って、で食肉加工を向こうで習う。食肉、そうですね、精肉も食肉すべてですね。僕がやってたとこは屠殺からやってたんで、はい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 、600キロ700キロの牛も、はい、まあ、締めたりとかもしてましたね。今後の展望展開っていうところはどういうことをお考えになられてるんですか。キャンプ、アウトドアとの相性ってジビエものすごくいいので、いや今回ね、小西君、うん、めちゃめちゃ良かったよね。良かったね、うん、やっぱりそのキャンプとアウトドアっていう方にもうどん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 プロモーションしていきたいなと思いますし、はい、で今日食べてもらったあのヒレ肉とか、うん、スペアリブっていうのかった、はい、あの堀西さんのスパイス、あ、はい、ありがとうございます。使わせてもらって、はい、使っていただいて、はい、まあぜひコラボ、はい、ぜひぜひコラボっていう形でね、はい、この番組の企画というか、はい、思ってもらいたいなと、なんか生まれたら思ってますね。ぜひぜひ、ありがとうございます。まあこの上東田っていうところはどういうところであって、まああのなんだろう、まあこういう施設になっていった経緯っていうところをちょっとお話しいただければなと思うんですけど、はい、会社の方で、上富田スポーツセンターというサッカー場、野球場、うん、ラグビー場を運営しておりまして、それと合わせて、そこの一ノ瀬の若者広場っていうところと、あの体育館っていうところと、うん、でバッティングセンターがあって、うん、でここに広場があって、でここになんか宿泊施設みたいなところがあって、あと川といろいろもともとあったんですね。ただその一つずつがなんかそのグラウンドも全然利用がなかったりとか、はい、体育館もまあ程よく狭いんで、うん、なかなかあのこう使ってもらう機会がなかったんですけど、うん、ただまあ上富田町役場の方でここをキャンプ場にしようというお話がありまして、はいはいはい、なんか一個ずつは弱いかもしれないんですけど、なんかみんながうまくいって、うん、自分たちもスポーツのチームよく受け入れさせてもらってるんで、はい、そういうチームの方にも喜んでもらえるんじゃないかということで、まあ、勝手に一ノ瀬プロジェクトっていうふうな名付けて、はい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 、今スタートした段階のところなんですね。あ、そうなんですね、はい、ですので、まあ、キャンプ場も今日は使っていただいて、はい、キャンプのお客さんももちろん来ていただくんですけども、まあ、日頃はスポーツ合宿の方とか、はい、あのワーケーションの方とか、うん、まあ、教育旅行の方とか、うん、いろんな形の切り口でこのキャンプ場を使っていただいたり、あのグラウンドを使っていただいたり、うん、バッティングセンターを使っていただいたりということで、まあ、地域の住民の方も一緒になってこの地域を盛り上げられないかっていうところがこのスタートのきっかけですね。なるほど、はい、ここできてなんね、初めてどれぐらいなの。まだ10月の22日にオープンしたばかりなんで、あ、まだ1月半、はい、そうですね、今これ撮影が12月なんで、うん、かなり新しいんですけど、逆にその自分にそのキャンプの知識がないっていうのがまずネックになってまして、うん、でそれで何があればいいのかわからないっていう状態から始まったんで、もうここは逆にキャンパーさんに聞いてみようと、うん、でそれでこれが足りてないよっていうのを一つずつ、まあ、可能な限り揃えていければ、はい、いつかまあ理想のキャンプ場が、お客様にとっての理想のキャンプ場っていうのが出来上がるんじゃないかと思いまして、で一組ずつサイトを回ってちょっと聞かせていただくんですけど、キャンパーの皆さんまあ優しくて、もうすごい話を聞いてくれて真面目に答えてくれるので、でそれで少しでもまあ来てよかったなって思ってもらえるようにっていうのがありまして、はい、いやでも水谷さんのその人柄で多分お客様はいっぱい来てくれると思うし、うん、まあ、そこにプラスアルファね、もちろんあの設備っていうものが徐々に整ってくれば来るほど多分リピートのお客様もね、うん、しっかりとついてくると思うので、で思ったのがやっぱり幹線道路沿いから1個入る、でも車の音はそこまでうるさくない、コンビニあるスーパーあるホームセンターある、なんなら白浜まで、まあ、2、30分で行けるっていう観光地がね、大きな観光地があるっていうところで、もうお風呂も正直ね、あれは白浜温泉入って、そう、入り行ったらいいと思いますし、で帰りにね料理めんどくさかったら、まあ、スーパー寄って惣菜買ってもいいと思うし、多分いろんなこのなんだバリエーションで
ここで一泊して、じゃあ次あの本宮大社までちょっとドライブして、でぐるっと回って帰るとかっていうようなルートもできると思うんで、まあベース基地としてでもいいですし、本当に純粋にキャンプを目的として楽しむっていうところもでもすごくいいと思うし、あの遊具もあって子供さん遊べるし、夏は川あって、ね、水遊びもできるんで、ちょっと家族でね、堀西君来たいなと思わせていただけた、うん、キャンプ場さんかなと思います。で年中やってられるんですかね、はい、全部やってます。あ、なるほど、うん、ということは冬キャンもね楽しめる、ね、ということで、まあまあ雪は ねここは、うん、言っても気なんなんで、うん、ぜひ水堀キャンプ場に皆さん遊びに来てください。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。上富田町の自然や歴史に触れられる水堀キャンプ場、町にある様々な施設と複合的に活用できるよそにはないコンセプトが魅力です。皆さんも今度の休日、水堀キャンプ場で体験してみてはいかがでしょうか。